海外韓国で米日との戦争同盟の強化を追求して核戦争危機を高め、ファッション独裁と戦後で社会を破滅に追いやる傀儡ユンソクヨルの弾劾のための大衆挙げての構想が日増しに高まっています。注目を引くのはユンソクヨル弾劾訴追案の即時の発議要請に関する請願運動が展開され、各界が極力加わっていることです。キャンドル行動の共同代表がインターネットに文を載せて、ユンソクヨルの弾劾訴追案の発議を求める国民請願運動が始まって4日後の6月24日に、請願者の数が10万人後、26日は20万人後、27日は30万人後、28日は50万人を超え、29日現在63万人を超えました。ユンソクヨルの弾劾を求める国民請願運動が高揚する中、6月29日ソウルで強靭な意志、揺るぎない精神でユンソクヨルを弾劾しようというテーマの第96回キャンドル集会とデモが広く展開されました。集会場のスクリーンを通じて参加者はユンソクヨル弾劾訴追案の発議を求める請願者の数をリアルタイムで確認しました。集会で発言した人たちは、国民請願運動はユンソクヨルの殺人学生に激怒したキャンドル民心の爆発だとし、アメリカと日本に屈辱して戦争惨事と外交惨事、民生惨事を連日招いているユンソクヨルの罪を弾劾しました。集会では、お前を許せないと題した激文が読み上げられました。ついで参加者はデモ行進を行いました。行進の後に開かれた集会で発言した人たちは、ユンソクヨルは風前の灯火の身の上だ。今の情勢はユンソクヨル弾劾が迫ったことを暗示している。こんな時ほど各界が共にキャンドルを手に、ユンソクヨル弾劾を早めるための戦いに奮い立つべきだと述べました。一方、米日の手先となって反共乱の軍事演習で戦争危機を高めているユンソクヨルの弾劾を求める各界団体の戦いが連日展開されました。傀儡ジャーナリズムは各階層の戦いについて、第96回キャンドル大行進が行われるなどと題して、集会が開かれる前にユンソクヨル弾劾の請願者の数が63万人を超えた、そのためかユンソクヨル弾劾を叫ぶ参加者の勢いは爆発的だったとし、今後のユンソクヨル弾劾のキャンドル闘争がさらに期待されると伝えました。